どうも、こんばんは、イヌメです。今回は、東京グールリ・インボーク。今月のリ・インボークフェスに、救出作戦霧島トーカー、登場しました。やっとフェス源のアタッカーとしてのトーカーですね。では、早速詳細の方を見ていきましょう。まずステータスですが、HP が11057、攻撃力がアビリティの効果によってプラス700で1500にかなり高いですね。で、防御力もかなり高くて1000超えて1092ですね。はい。で、固有アビリティの方が、ブレイクバースト S プラス味方全体にかかるやつですね。まあ、1.75 倍。アリマが、いくらだったかな ?2 倍だったかな。まあ、そんな感じで、アリマの方が高いんですけど、まあ全然 1.75 倍もね、高倍率なんで、ブレイクバースト、味方全体にかかります。で、攻撃力アップ、SS プラス、一番高いのかな今まで出た中で。他にあったっけ、で、武器耐久値アップも SS マイナス、プラス6ですね。プラス6されて武器耐久値は、武器耐久値12のアタックポイントが今現在で、15ですね。アタックポイントアップ A でプラス3。で、ブレイクオール S マイナス味方全体ですね。これ、このブレイクオールも味方全体、ブレイクバーストも味方全体ということで、トーカーでブレイクさせることによって攻撃力と防御力を同時にアップさせるという。まあ、倍率自体はそう 1.5 倍、1.75 倍、両方アップさせるとした、この前来た誕生日のひなみかな、確かあれが、味方の攻撃力防御力アップだったような気がするんですけど、まあ、それより倍率は低いものの、こいつはまあそんなサポートキャラがいなくてもね、自分でできるぞと、自分で殴って自分で守るぞと。で、スキルですが、味方全体の味方ですね、前衛の武器耐久値を3回復する。敵前衛に攻撃力 1.4 倍の8連ダメージ。敵単体の武器耐久値はマイナス13ですね。武器耐久値を3回復するのは、どうな、トーカー、サポートトーカーと組めばいいのかなと思ったけど、確かフェスゲンのトーカーって武器耐久値回復スキル持ってたよね。で、敵に 1.4 倍の8連ダメージ、どれぐらい火力出るんだろうな。多分特攻も次からかかってくると思うから。で、敵単体の武器耐久値マイナス13ですね。かつてない数字ですね。まあ、こいつで確実にブレイクできるでしょう。で、確実にブレイクした後に、確実にこのブレイクバーストとブレイクウォールが味方前衛にかかってくるでしょう。なんで、組ませるとしたら、まあ、状態上回復持ちのやつとか、あと、普通に HP 回復ですね。HP 回復系のやつを入れてやったらいいんじゃないでしょうか。まあなんで10日ですかね。誕生日10日とか、フェス限10日とか、10日ちゃんは10日ちゃんと組ませましょう。はい。まあこんな感じですかね。属性は闇。逃走ステータスはまあこれ、あ、S があるね。これ攻撃の頻度かな。頻度か距離かちょっとわからん。多分頻度だと思うんだけど。S マイナスですね。攻撃力低いね。足も B か。尾角が速いんだっけ足は。まあ足はいいや、どうでも。で、スキルの溜まりやすさもトリプル S マイナスで、少しは頼りな。14秒間味方部隊への移動速度レートプラス3。なるほどね。みんな逃走やってる今聞くのもあるんだけど、みんな逃走やってますかね。スタミナがね、ソウルがね、120ぐらい。あるんですけど、なかなか消費するの大変ですよね。まあ今回はちょっと最近ガチャ引きすぎてたんで10連で止めとこうかなと思うんですけどね。フェスはね引きたい、正直。スペシャルガチャは、まあ、本当にね、スペシャルガチャって1体しかピックアップされないんですよ。スペシャルのそのピックアップされてるキャラクターしか出ない。でもフェスゲンは過去のやつも出る。しかもステップの途中、7ステップ確定枠の途中までで出る1体は確実に。だからフェスを積極的に俺は回していきたい、正直。スペシャルガシャもう一周にしたい、正直ね。もう何周も確定枠で回すんだったらフェスゲンかなと思ってるんで、まあ、回すときはがっつりフェスの方回していこうかな。今回はちょっと10連で止めておこうかと思います。はい、では行きましょう。まあ、トーカちゃんすっげえイラスト可愛いんで、まあ、トーカちゃんファンの方はね、ぜひと回していただいて、もらえればなと思います。まあ、待ちわびたトーカちゃんですからね。ということで、まあ SR とね、いうことですわ。そろそろ金木のフェスゲン欲しいところではありますね。スペシャルでは登場してくれてるんですけど、ハイセかな、まだハイセっていう枠組みなんのかな、どうなんだろう。
死神廃生のフェスゲンとか、出ないか。もう時系列的には出ないな、うん、はい。ということで今結構 SR の数多かったの、 SR すら入ってねみたいなあるんですけど、あーでもあれか、このフェスゲン、フェスってあれか、10年引くとあれだよね、 SR は確定なんだよね。はい、ということで、まあトーカちゃんすごいイラスト可愛いんで欲しいんですけど、最近ガチャを引きすぎたということで、この辺でね、10連だけで終わっとこうかと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いておりますというより、僕が描いたトーカちゃんです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。2回目ですね。お疲れ様でした。